動作確認用のディスプレイにと思ったら、これすごい。あんまケージの上で遊ぶ。今日のあまちゃんでございます。あまちゃんはですね、このケージの上に一人で登れるように、なんていうんですか、トンネルがね、張りむ、かんだ、張り巡らされているんですけど、こういうふうにね、それでね、この上に登ってね、遊んだりしてるんですよ。なんかね、もっと上に登りたいらしいけどね、届かなくてね、ちょっと怒ってる。怒ってはないか。ちょっと拗ねてる。もっと大きくなるんだと。ご飯食べて大きくなるんだと、言っております。こんな感じでね、トンネルくぐるんですよ。それでは本編スタートです。どうもプニでございます。いやー、どうですか、いかがお過ごしですか。今日はですね、こちらを紹介していきたいと思います。こちら HDMI 3.5 インチ LCD ディスプレイモニタータッチスクリーンになってるやつですね。こちらね、なんかフル HD 出るようなね、なんか解像度って書いてるんですけど、なんかそれはちょっと嘘くさいんで あれですけど、一応ね、あれですよ、1920×1280 って書いてるんだけど、なんか嘘くさいっすよね。なのでそこはね、信じてないです。というわけで、今回はね、こちらをちょっとね、見ていきたいと思います。これをなんで買ったかというとですね、修理してると、どうしてもですね、動作確認用にディスプレイが欲しくなるんですよ。で、私の作業部屋にディスプレイをね、置いてもいいんですけど、そんな、ちょっと大きなのが置けないので、動作確認用ならこれでいいんじゃないかと思ってね、買ってみたんですけど、これだけで動かないかな。これね、ラズパイのディスプレイなんですよね。で、こっちが何？あ、これがあれか、あのシェルっていうか。で、あのラズパイっていうのは、あのちっちゃなコンピューターなんですけど、ラズベリーパイっていうね、Linux とかをね、動かして、まあ、使うような、そんなコンピューターです。もともとは、教育用に作られた、ちっちゃなコンピューターってことでいいのかな。で、まあ、この筐体にね、そっくり基板も入って、あの、一つのコンピューターとして動くんですけど、その液晶の部分だけです。これ液晶に固定できないんだね、フレームがね。どうすっかな。ちょっと想像と違ってた。これ取れんのかな。これはもう、ラズパイをね、入れて、こういうふうに、このシェルに組み込んでくださいねっていう説明書ですね。参ったな。どうしよう。これで動くのかな。まあ、ちょっと動かすのは、後にして、とりあえずこの筐体っていうかシェルを組み立ててみようかな。あ、これやっぱりめくれますね。すごいな、アクリルなんだな。これね、概要欄に貼っときますけど、価格がね、安いんですよ。価格がね、3987円で買いました。これ全部ついてね。なので、これでゲームができたりとか、
するんであれば大当たりなんだけど要はコンピューターのね基盤がどうしても必要だということであればちょっと今回の趣旨とは変わっちゃうんだよね。まあ、なのでまあ皆さんねちょっと見てていただけたらと思います。でこれね結構ねちょっと組み立てるの大変かも。あのねグラグラすんだよね。がっちりはまんないんで結構ねこうなんて言うんだろう余裕があるというか。でやっぱり固定できないな。どうすっかな。逆か。こっちが上か。でこれが端子がちゃんと来るようにつけなきゃいけないから。これすぐ倒れるしさ結構大変で、こんな感じでねつけていくんですけどこういう感じね。まあこの辺はねちょっと大幅にカットしますね。でこんな感じで筐体をね作っていきました。上を先に止めてねこうやってね中に入れてった方が良かった。こんな感じか。いやこれはねこれでラズバイのね基板入れればぴったりなんですごいいいと思うんですけど今回使いたいのは液晶部分だけなんだよね。でも液晶保護しときたいからさ、ここに入れたいよね。でも、この高さ分がね、どうしよう。っていう感じなんですよね。なので、まあ、これはな、どうすっかな。これで固定できたら最高だったのにな。まあ自分でアクリルで作るっていうのも一つだけど。まあいろんなね、ラズパイの基板とね、つなぐコネクタなんかも付いてるから、それもちょっと邪魔なんだよね。まあ、取っちゃってもいいんだけどね。まあでも、将来、ラズパイ入れてさ、なんかこう、ね、作るんだったら、あれだな。これ流用したいしな。でもこれ自体はそんなに高くないからな。あまり気にしなくていいかな。ね、これで動くんですよ。ここにね、下に基板がちょうど入るんですけど、それをね、入れることによって、ディスプレイ付きのコンピューターになるんですよ。だから、これでファイルサーバー作ってもいいよね。あと、車とかにさ、ちょっと入れといて、なんかこう、使ったりするにもいいなぁとは思ってるんですけど。でね、今ね、ちょうど、パソコンのね、基板の下駄がね、うちにあるんですけど、プラスチックの。それがね、なんかぴったり合うやつがあったんですよね。で、基板つけるところに、こうやってつけて、
えばいけんじゃないっていう。ただ液晶の方が固定できないんで、まあそこどうすっかなっていう話はあるんですけど、うん、なんかちょうどいいのがあったんで、うん、買っとくもんですね、こういうのね。自作するとき以外使わないからさ、もうなんか奥にしまったった。うん、あれだよな、作業部屋にあれかな、基板だけでパソコンを作るみたいなね、自作パソコンをね。それもありなんだよな。あ、いいじゃん、これでちょうどいい高さが。で、こんな感じで締めればいいという。まあ、というわけでね、あれはあれでちょっと考えなきゃいけないんで、ちょっと置いといて、皆さんが知りたいのは、ここだと思いますんで、やっていきます。なんとね、これスピーカーつけられそうなんですよ。端子がついてるんで。なので、スピーカーつなぎます。こんな感じ。で、よいしょ、いろいろ電源取らなきゃいけないんで、あれなんですけど、4000人ライブの時にね、これをどうするか話をするんですけど、スーパーファミコンミニね、これを使って動作確認してみます。で、ここに HDMI ケーブルを挿します。で、これフルサイズのやつが、使えるので、そのままですね。で、電源を取ります。液晶の電源。まあ、これはどうしても必要ですよね。で、ここにつけます。あのね、液晶の周りにね、マスキングテープね、細く巻いた。ちょっとケーブルが擦れて切れちゃうと困るんで。こんな感じで、綺麗に電源は入ります。じゃあ、スイッチ入れますね。あれすいません。電源入ってなかった。じゃあこれも電源入れますね。さあ、それではもう一度スイッチ入れていきます。それでは液晶ちょっと保護フィルム剥がしてスイッチオン。おう、おお、映る。これいいぞ。あれ、音鳴らないな。あれ、音鳴らないのかな。これ違うのかな。ん、あ、電源挿すの忘れてる。そうだ、電源挿すの忘れてる。ちょっと音鳴りますからね。注意してくださいね、これ刺したら。いきますよ、音鳴りますよ。よいしょ。うお、鳴った鳴った。むっちゃいい音鳴ってるよ。このスピーカーがいいのか。安いスピーカーなのに。あ、いいですね。うん、ちゃんとゲームもできますね。いや、これいいぞ。この大きさで普通に使える。いやー、これは当たりです。うん、これをなんか組み込んだりすればさ、液晶付きのさ、なんかスーパーファミコンミニとかできるよね。うん、あ、これはちっちゃい
のに HDMI で普通に映るわ。いや、これはね、すごくいい。スピーカーもさせるし。いや、というわけで、まあ、今回ね、これを買いました。4000円ぐらいで、買えるので、かなりいいと思います。いや、動作確認用のさ、液晶が欲しかったからさ、すごい良かった、これ。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いや、あの筐体さ、ちょっとどうするか考えて、あの筐体の中に入れたいよね。気になる人はね、概要欄に商品リンク貼っとくんで、買ってみてくださいね。